こんにちは、無双剣武術会の山本です。赤鯨流拳術所お話しいたします。今日のお話はすごい見事な反応を起こそうと思わないなんですね。えー、このことも赤鯨流に書いてあるんですけども。 えー、まあ氷報にまあ剣、まあのことにですね「えー、妙不思議の正然のように慎むべきこと寛容なり」というようなことで書いてあるんですよ。えーまあ、それでですねなぜそういうのかなという話なんです普通はですね、えー、普通は あの、所作とかにですね見事な、えー、動きとかですね鮮やかな反応とかそれでいいんだろうということになると思うんですけどそれでないっていうんですねじゃあどんな反応なのあそんなどんな現象が起こるのということなんですけど、まあ、子供が遊んでるぐらいだと。 そのようなのが心の機の現れた状態だという話なんですよ。普通はまあ違いますよね。ところが潜在意識からのまあ自動制御反応というのはそういうことだということなんですね。ええー、まあそれでまあ私どものまあ動画というのもちょっとまあ。 僭越の話なんですけどこう動画見てみますとねあ,の、まあれ毎回約束がないんですよねそのまま取ったのをのさせていただいてるんですけどよく見てみますとねえー、なんか一生懸命やってるのかなとか、えー、力も気迫も何も入ってない足の運びだろうが あの何て言うんですかね目付けって言うんですかねだろうが、えー、何もかもちょっとなんだこれはという思いになられてる方もいらっしゃると思うんですよ。それが今申し上げたその石油郵便検事書に書いてありますですねもう,うまくやろうと思わない能力,能力をこう すごいい能力を出そうとかって思わないわなけです、ねえー、もう子どもが遊んでるように見えるぐらいまあふにゃふにゃに見えたりそれからですね、えー、お相手の例えばけ、えー、剣がですねお相手の小手ですとか、まあ、まあ肩とかいろんなところにこう寸止めでいったとしてもですね 何やらその何ていうんですかふわっとしてると思うんですよ。ふわっと乗っかってるとかふわっと取ってるような感じなんですけどそれも書いてありまして、えー、一見するとですね、えー、相手を破らざるように見えるつまりなんかこう、うん、骨まで切断してしまうようなか感じに見えない。 この剣の現れた状態なんですね。そのように書いてあるんですね。えー、まあすべてのもの大体逆のことを言ってるわけなんですけど、まあこれもですね、もうお分かりになっている方がかなりい,いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。えー、武術をやってる。 方たちの方々、えー、の知識や能力はすごいものがありますので、えー、それはもうそこまでいってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思いますのでまたあのこのことを参考にしていただきますとまたよろしいんじゃないかと思います。えー、ではまたお会いいたします。